久留米駅。久留米駅は、福岡県久留米市城南町にある、九州旅客鉄道、JR 九州の駅である。福岡県第三の都市、久留米市の代表駅であるが、繁華街などの市街地からやや西に位置する。東に 2km ほど離れた西鉄久留米駅と、区別するため、バス停留所の名称や地元での通称は、JR 久留米駅などとなっているが、略して JR 駅や、 JR とも呼ばれる。一方、乗降客数は繁華街に近い西鉄作る名駅の方が多く、当駅の2倍強となっている。九州新幹線、鹿児島ルートに、在来線の鹿児島本線と久差大台本線、有効源泉を加えた3路線が乗り入れる。久差大台本線は当駅が空き店である。なお在来線における、所属線は鹿児島本線である。 新幹線は各駅停車のつばめと速達列車、桜の全列車が停車する。最速達列車の水ほは定期列車はすべて通過するが、高頻度で基本的にほぼ毎日運転している臨時列車が上下本ずつ停車している。在来線は鹿児島本線で平日朝に運行されている特急、有明、久し台本線に乗り入れる特急有、U。 ユ布フインの森、鹿児島本線の快速列車も含めて全列車が停車する。かつては日本貨物鉄道、JR 貨物の施設があったが、九州新幹線の駅設置に伴い用地を明け渡すため、鳥栖貨物ターミナル駅、田代駅前に移転した。駅舎の北側に一面一線のコンテナホームが、構内西側に一面二線で、上屋付きのコンテナホームが設置されていた。また、 1980年代頃までは、駅の周囲にあるブリジストンクルメ工場やアサヒシュズクルメ工場、日本製粉クルメ工場、ムーンスタークルメ工場への専用線もあった。新幹線ホームは3階に位置する相対式ホーム2面2線を有する高架駅である。通過線がなく、安全のために、可動式安全柵が設けられている。在来線ホームは、 島式ホーム2面4線と切り欠き機、ホーム1面1線の合計3面5線のホームを有する地上駅で1階にホームがある。実際は側線を含めて6本の線路が敷かれているが、一般旅客用に使用されるのこのうち5本で、東側、駅舎側のホームには1.3番と切り欠きホームの2番、乗り場、西側のホームには4.5番乗り場が配置されている。リニューアル前は、 短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線が並ぶ配線であった。直営駅であり、緑の窓口、自動券売機が設置されている。在来線の自動改札機は守護下に対応している。ただし新幹線との連絡改札口では利用できない。事務官コードは91138を使用している。 鉄筋コンクリート3階建ての駅舎は2010年に完成した京城駅舎で、クルメの新たな出発点をテーマに、クルメの説は、名物などを描いたステンドグラスによる装飾が多用されており、5代目にあたる。駅舎内には、待合所、出札口、改札のほかに、JR 九州旅行クルメ支店やア清宿、クルメ市観光案内所、 地場産久留米、JR 久留米駅店があり、駅舎、ホーム間のエスカレーターやバリアフリー仕様のトイレが設置されている。また、新幹線開業時に小規模な駅ビルである、駅町一丁目久留米、旧、フレスタ久留米が設置され、コンビニエンスストアやラーメン屋などが入居する。駅の開業以来市街地寄りの東側にしか出入り口がなかったが、現在の駅舎完成ともに西側にも、 出入り口が設置され、西口周辺の整備が完了した2011年7月に利用が開始された。当初は西口、東口という名称になっていたが、新幹線開業から1年ほど経った2012年4月より、それぞれ水田、宮口、町中口と解消され、自由通路にも乙目き広場の愛称が付された。また、駅舎内の床イルは、 クルメガスリをモチーフとした幾何学模様を採用し、コンコース、在来線改札、新幹線改札ともに違う柄が採用されている。駅前広場に設置された案内標識も同様に紺色をベースとしたクルメガスリの衣装が取り入れられている。快速列車と普通列車の緩急接続は、当駅でなく一駅下った隣の荒木駅で行われている。 在来線2番乗り場は、久し大本線の列車の発着のみであるため、河川は張っていない。在来線乗り場は、東口から1、2と番数が割り当てられているが、新幹線乗り場は、反対に西口から11、12番と割り当てられている。2面3線だった頃は1番乗り場は、鹿児島本線下りと久し大本線。主に特急列車。2番乗り場は、久し大本線。 3番乗り場は、鹿児島本線上りが使用し、鹿児島本線上りと日差し大本線の対面乗り換えも可能だ。主な駅弁は、下記の通り、2016年度の1日の平均乗車人員は7743人であり、JR 九州の駅としては第21位である。2011年の九州新幹線の開業以降、乗車人員は増加傾向にある。 2016年度の西鉄久留米駅の平均乗降人員が33,555人であることを考えるとかなり少ないが駅別取扱収入では JR 九州の全駅中8位2014年度であるまた県庁所在地の代表駅である博多駅を除けば小倉駅に次いで2位である開業時は久留米市の中心部に位置したが その後、中心街が東、西鉄久留米駅方面へ移動したために、現在の駅周辺は中心街からやや西側に離れているが、駅前では新幹線の開通に伴う再開発事業が行われ、商業施設やバスロータリーが新たに作られた。駅前、町中口には、旧駅舎時代の1999年11月からからくり時計が設置されている。 再開発に伴い、新駅舎完成直後から一時撤去されていたが、2011年3月上旬に再設置された。その他にも、ディスプレイボードには、青木しげの海のコート、坂本繁次郎の放牧三場が、街中口の一般車ロータリーには、ブリジストン提供の世界最大級のタイヤのモーニュメントも新たに設置されている。タイヤの面からしても、以前は、 日中の多くの普通電車、快速電車の運行系統がトスで分かれるようなダイヤ設定で、長らく、久留米駅近辺を都市部として扱わないような運行形態であったが、新幹線開通以後は、大無田、荒尾止まりの電車が多く設定され、快速電車の所要時間短縮などと相まって在来線の利便性も向上した。町中口ロータリーにバス乗り場が設けられており、 西鉄バスと堀川バスが利用可能である。ただし5番乗り場のミローオータリーの外、ライオンズマンション向かいに設置されている。当駅から西鉄久留米駅までは、所要時間10分程度で、運賃は170円、2015年1月現在。バス会社側の案内は、JR 久留米駅。2004年3月31日をもって50番、系統は、大牟田島での運行を取りやめた。 写真はすべて2008年以前のもの楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。